こんにちは、本日はこれができる人はジャズに向いているというタイトルで、お届けしたいなと思います。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、ということで早速やっていきたいと思います。これができる人はジャズに向いている、そのこれっていうのはですね、音楽的逆算能力のことを言います。ちょっと字面だけで見ると難しいと思います。理屈はすごい簡単なので、ぜひ皆さんも一緒にちょっとチャレンジしていただけたらなと思います。で、この音楽的逆算っていうのはあんまりこう、譜面っていうのはあまり使いたくないので、前半の方では譜面なしで口頭で、お伝えして、皆さんと一緒にちょっとやっていこうかなと思います。で、後半になったら譜面を使って実際に解説をしていきたいと思います。それではまず皆さん、手拍子もしくは、指パッチン何でも構いません。まあ、メトロノームをつけていただいても大丈夫ですので、4分の4拍子をちょっと刻んでみましょう。1 2 3 4 1 2 3 4。テンポは何でもいいです。ゆっくりでも、早くても、好きなテンポ、作っていただけたらなと思います。そうしましたら次は 1,2,3,4 1小節開けて2小節目にドと言ってあげます。 1,2,3,4 ド。この2小節を1セットとしてあげましょう。 1,2,3,4 ド 1,2,3,4ド。こんな感じになります。そしたらここからが重要なんですけれども、このドの位置、2小節目の1拍目にドの音があって、この位置はずれず、その手前に8分音符を1個ずつ手前に増やしていきます。で、この増やしていく音なんですけれども、ドレミファソラシド、ドの1個高い音はレミファソラシドと8分音符で1個ずつ付け足していきます。2小節1セットごとに1個ずつ音を増やしていきます。ちょっとやってみますね。ワン、ツー、せーの、ド、うん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 、レ、ド、うん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 、ミ、レ、ド、うん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 、ファ、ミ、レ、ド、うん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 、ソーファミレド、うん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 、ラソーファミレド、うん、うん、うん、シーラソーファミレド、うん、うん、うん、ドシーラソーファミレド。こんな感じになります。そしたら次に楽器でやっていきたいと思います。先ほどは指パッチンでやってたんですけれども、次はメトロノーム使ってやっていきますね。テンポ、仮に100としてやってみます。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんできましたかね。今の一連の流れが音楽的逆算の練習になるんですかね。で、今言葉だけの説明になりました。なのでなかなかこううまく伝わらなかったりとか、ちょっとちんぷんかんぷんな方もいらっしゃるかなと思います。次はですね、楽器の演奏をしながら画面に、楽譜を出していきます。その楽譜を見ながらぜひじゃあやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、イッチ、ニュー、フン、
いかがだったでしょうか。言葉だけの説明でもよくわからなかった方も譜面を出してそれを見ながら、チャレンジしていただくと分かっていただいたんじゃないかなと思います。始まる場所が決まっているわけではなくて、逆に到着する場所、最終的に着陸する場所っていうのが決まってて、それに対して、スタートする位置、タイミングを合わせてあげる、これが逆算練習になります。この逆算練習というのは僕が考えたものではありません。僕の大学の、恩師、サックスの師匠である三木俊夫先生にレッスン中にお前これできるかっていう感じでね、こうお題を振られて、やった、ものなんですけれども、僕その当時は一発でできました。ただジャズを始めてから2年ぐらい経ってたので、まあ、ある程度経験があったので正直そんなに難しくはなかったかなっていう、記憶なんですけれども、もちろんそれ以外にもたくさん、大事なことを学んだんですけれども、僕特にこの練習方法、なんていうのかな、この、逆算っていう技術もそうだし、この逆算する考え方自体っていうのが、音楽、特にジャズの、音楽にすごい大事だなっていうことで、僕も人に、楽器を教えるようになってから、ある程度こうリズムに、強くなった方にはちょっとお題として、ちょっとこれできますかみたいな感じで、お題としてよく出しております。まあ、ジャズに限らず音楽全般、もちろん今の逆算っていう考え以外にも大事なこといっぱいあるじゃないですか。例えばリズム感とか、あとまあ音感とかね、まあ、大事なものいっぱいあるんですけれども、この逆算っていう考え方自体を、なんていうかな、根本に持ってあげると、このタイミングでこの音を出す、そのためにはってい う, こう準備ができるんですよね。どうしても譜面を見て音楽を演奏されている方、例えばよくあるのが教本だったりとか、スタンダード集みたいなやつでこう書いてあるソロを見ながら演奏される方っていうのは、おそらくもう左から右の流れしか見ないと思うんですよ。ってなると、こうなんていうかな、最終的にこの音に行き着くっていう意識がどうしても薄れちゃうと思うんですね。なので実際こうソロを取った時とかにこう辻褄が合わなくなったりとか、タイミングが合わなくなるっていうことは非常によくあるんじゃないのかなって思うんですよ。なのでこの逆算っていう考え方は特にまあジャズにおいて必要不可欠なことなんじゃないかなって思います。やっぱりね、メロディー、テーマを吹いたりする時も、そのまま吹くんじゃなくて、ちょっとこうねアレンジ、いわゆるフェイクをしたりとか、まあアドリブなんてまさにそうですよね。このコードでこのタイミングで、この音を出すにはどうすればいいかっていうね、あらかじめこう目標地点を定めておいて、それに対してどう向かっていくかっていう能力が、必ず必要になっていくと思いますので、今日は、音楽的逆算能力ができる人はジャズに向いているっていうタイトルで、お届けさせていただきました。これやってることはすごい単純なんですけどね、音を一つずつ増やしていきながら、まあ、要はスケールを降りていってるだけなんですけれども、この逆算っていうね、考え方が一つ入っただけで途端にできなくなる方もいらっしゃるんじゃないかなって思います。ただこれご安心ください。音感とかね、リズム感とかと同じで、練習をしてあげればしっかりとその能力っていうのは、養われます。でこの、なんていうかな、逆算練習っていうのはやっぱり一番スケールの練習とミックスしてあげるのが一番いいんじゃないかなって思います。よくいらっしゃるのがスケールの練習たくさんされてますっていう方、大体同じメニュー、同じテンポだったりとか同じ速さ、でやられてたりとか、同じ音の形、例えば四分音符とか八分音符でやられてる方多いと思うんですけども、音楽ってそう、まあ、スケールのみならずいろんなメロディーっていうのをいろんな形で、出てきますので、そういうのに対応する対応力っていうのがないと、スケールの練習する意味っていうのがちょっとこうもったいないなって僕は思ってしまいますので、ぜひ、まあ、スケールの練習をする、例えば、先ほどはアルトサックスの、C メジャーでやったんですけども、じゃ難しいキーだったら、例えば、F シャープメジャーですかね、ちょっとやってみましょうか。ワンリュー、せーの。こんな感じにですね、今ご自身でできる、スケールの範囲内で構いませんので、スケールと一緒に逆算の練習をしてあげると、まあ、一石二鳥というか、より実践的な、なんか練習になるんじゃないのかなと思います。ぜひ試してみてください。
はい、いかがだったでしょうか。音楽的逆算をできる人はジャズに向いているっていうタイトルで本日はお届けさせていただきました。正直ですね、おそらくこの動画見ても実際これ実践して練習する人って多分1割も満たないんじゃないかなと僕思うんですよね。非常に大事な練習なんですけれども、まあ、動画見ただけで分かった気になってちゃう方もいらっしゃるかなと思うんですよ。なのでぜひ皆さんね、この能力というのはめちゃめちゃ大事な、能力だと僕思ってますので、その1割にぜひ皆さんなってください。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。Our love is typical.